い、サイクリスト編集部の松尾修作です。今日はですね、アイテムインプレッションというところでガーミンの新製品、バリアリアビューレーダーの新作、RTL515 と RVR315 こちらのレビューをお送りしていきたいと思います。まあ、皆さん車道を基本的には走られると思うんですけども、まあ、必ず、まあ、車で怖い思いをした経験あると思います。まあ、後ろからトラックとか、バスとかが近づいてきて、まあ、近くをねこう通り抜けられると、まあ、かなりね怖いなっていうふうに思うんですけども、まあ、そういった時にこのリアビューレーダーが活躍をしてくれて、まあ、いつどのタイミングでどんな速さで車が接近しているのかを教えてくれる製品になるんですね。まあ、ここの黒い部分から、まあ、ミリ波レーダーという、まあ、レーダーが照射されて、まあ、後方140m、最大 140m 後方から接近する車両を検知してくれて、サイクルコンピューターであったりとか、まあ、スマートフォンで車のスピードだったりとか台数を表示させてくれる、まあ、そんな製品なんですね。今取り付けてあるんですけども、脱着は非常に簡単で、まあ、ガーミンの、まあ、エッジを使いの方ならご存知かと思うんですけども、まあ、マウントが一緒なので、こうやってねじって、これ、つける時もはめて、ひねると。マウントなんですけども、今いろんなシートポストの形出てますよね。アタッチメントが3種類付属しています。こちらのゴムも付属しているので、ご自身のね、自転車に合って、た形の、ポストを選んで、まあ、この辺りですね、まあ、視認性の高いシートポストの上辺りですかね、に取り付けていただければいいのかなというふうに思います。はい、では次にですね、リアビューレーダーのスペックをお伝えしてまいりたいと思います。今回この2機種ですね、2つとも、Bluetooth が対応しています。まあ、何を意味しているかといいますと、新しくですね、アプリがリリースされたんですね。ガーミンのエッジシリーズでなくとも、スマホのアプリで接続できるということなんですね。まあ、こちら後ほど、実際につけてみて走ってみて、そのレビューをお伝えしたいと思います。 RTL515 のスペックからお伝えしますと、前作の RTL510 と、見た目大きさは、変わりはありません。稼働時間がですね、少し、伸びました。点滅時間が最大15時間から16時間に少し1時間だけ伸びました。はい、次 RVR315 のスペックを紹介していきたいと思います。こちらですね、まあ、515がライト付きなのに対して、こちらは、ライトがありません。レーダーのみの機能となって、まあ、より機能を絞って安価にしたモデルになっています。 51g と非常に軽量になっています。レーダーの機能に関しては、515と、変わりはありません。スペック自体は同じです。価格のお話をしますと、こちらRTR515 が、税抜きで 23,800 円、こちらの RVR315 が税抜きで 16,800 円。まあ、個人的にはエッジも持っていますし、このライトのですね、性能が非常に高いんですね。日中でも 1.6 キロ先から、まあ、認識ができるほど、まあ、明るいライトが搭載されていて、まあ、僕だったら、まあ、こっち選びたいなというふうに思うんですが、こちらの新作 RVR315、 例えばエッジを持っていないんだけどもレーダー機能を導入したいという方は、まあ、より安価にスマホのアプリが無料ということで、これさえあればスマホをお持ちであれば手軽にレーダー導入できるので、まあ、そういった方なんかはまずはこちらを導入していただいてもいいのかなというふうに思います。はい、じゃあ次にですね、RVR315、こちらのレビューをしていきたいと思います。今回ハンドルの上にスマートフォンを乗せてアプリを起動させて、まあ、そちらの動作をチェックしていきたいと思います。走行したのは車通りが多い都内の大通りです。はい、ここで、アプリ上で車が迫っているビーポンが鳴りました。車の接近を教えてくれています。この時前方ではトラックが左折待ちをしていました。右への若干の進路変更も考えられたのですが、車の接近を知っていたのでスピードを抑えてトラックが曲がりきるのを待ち、
タクシーと進路が被ることなく安全に走行することができました。次は路上駐車の車を避けるケースです。この時後方から来る車がないことをアプリを通して知っていたので、心に余裕を持って後方を目視、進路変更することができました。はい、ということで RTL515、RVR315、 こちらのレビューをお届けしてまいりました。やはりどちらも、レーダーの機能とても良くてですね、非常に走っていて、便利に感じました。特にこの路中の車を避けるときとか、どうしてもこう進路を、変えなければいけないときとかにコワゴワと、後ろ振り向くことがあると思うんですが、後ろから来ているか来てないかをまず確認した上で振り向く、その余裕が生まれるという点で非常に、いい製品だと思います。また、今回トラックとか、バスとかが通るような大通り走ったんですけども、なかなか近くに寄るか寄らないかっていうのはちょっと通り過ぎるまでわからないんですが、車が来るか来ないかという、ことがわかるだけでも心の余裕が違ったので、その点非常に評価できる製品だと思います。できればね、サイクリストの標準装備として、こういったレーダーなるべくつけていただいて、安全にライドを楽しんでいただきたいなというふうに思いました。ガーミンの、バリアディアビューレーダーの新作2機種のレビューをお届けしてまいりました。